皆さんこんにちは、一品館の清原です。それではですね、このクオードの Z1 をですね、エアンボーのこの HD アンプ1スペシャルで聞いてみようと思います。まあ、こちらですね、販売価格が税別18万円、まあ、税込み19万8000円というエアンボーの、プリメインアンプ、ダック内蔵の小型プリメインアンプなんですけれども、まあ、これはですね、現在のですね、PM12 とか PM10 のですね、終作モデル、まあトレーニングモデルとして作られたものであって、非常にお金がかかってます。で、DA コンバーターの部分も、例えば HDAM のプリアンプの部分も、あとパワーアンプの出力のモジュールもですね、本当に今も30万、40万っていう機械と同じようなグレードのものが入っていて、そして、ベースモデルがですね、もう生産完了したんですけど、最終的に20台ほどベースモデルをかき集めてもらって、エアボーのものはまだもう少し残ってます。で、まあ、たびたびこのアンプを私出してくるのは、このアンプの音が素晴らしくいいからなんですね。値段でこそ20万円税込み弱ですけれども、まあ、実際にダック内蔵のですね、30-40万、あるいはもう少し高いプリメイアンプと比べてもらっても、音の細やかさ、音楽の表現力、低音の力感、どれをとっても引けを取らないというふうに自負しています。まあ、サイズ的にあまり大きくないので、サブシステムとしてもね、非常にいいんじゃないかなというふうに思います。出力はですね、8オームで 35W、4オームできちっと 70W。まあ、インピーダンスが下がっても出力がきちっとそれに比例して、発揮できるというのは、これはアンプ自体は 5.8 キロというふうに軽いんですけども、DQ アンプっていうのは電源がインバーターシステムなので、非常に軽くても、まあ、重量でですね、15キロとか20キロっていうアナログ電源を積んでいるものと、変わらない、遜色のない電源強力級能力を持っていて軽いということですね。で、DQ アンプっていうのは、広域がちょっとパサついたりですね、艶垢がなかったり、まあ、アナログアンプに比べると、よりこうデジタルチックで無表情っていうふうに勘違いされることが多いんですけれども、まあ、この HD アンプはですね、相当数部品を変えるのと、高周波ノイズ対策を追加することによって、それをクリアしております。入力はですね、RCA が2系統ありますけれども、基本的には USB 入力で使ってもらうのがいいと思います。もちろんアナログ入力も音いいんですけども、まあ、CD とか聞かれるんであれば別ですけども、基本的にこう、デジタル音源聞かれるんであれば、まあ、コンピューターとつないで、まあ、USB で聞いてもらうのがいいかなと思います。今日はですね、この注意のヒーローボックスという2万円のパソコンを使って、さらにですね、エアボーの4万5千円の電源を使っておりますけど、まあ、そういった比較的この非常に小さい、まあ、弁当箱ぐらいしかない大きさの、パソコンとですね、USB 接続。で、再生用のアプリはですね、私がいつも使っているルーンを使ってね、コントロールして聞いていこうと思います。デジタル入力は、トス、光が2系統、同軸が1系統ありますので、まあ、テレビや、そういうものとつないでですね、まあ、テレビの下に置いて音楽兼テレビの音を聞くアンプとしても非常にいいかなと思います。コンピューターとつなぐための USB がリアに1系統、そしてフロントにですね、スマートフォンと、これは Bluetooth ではなくて有線でスマートフォンとつなぎますので、USB 入力があります。そして、こちらにですね、標準のですね、ステレオジャックがあります。ただまあ、この一応 iPhone とか Android とつながりますけれども、まあ、USB メモリーも確かつながったと思うんですけども、まあ、ファームウェアのバージョンがですね、徐々に新しくなっていったら、もしかすると将来的にはつながらないということが、まあ、スマートフォン関係とはつながらないということが起きるかもしれないです。今のところは大丈夫です。再生周波数特性は 2Hz から 96kHz と非常に広い範囲でプラスマイナス 3dB の出力を持っています。消費電力は待機時が 0.3W。最大出力でも 50W と、まあ、非常に電力が小さくて、そして DQ アンプですので発熱も非常に少ないというのが特徴になっております。幅が304、奥行きが352、ほぼ正方形ですね。高さが107というふうになっています。重量は先ほども紹介しましたけども 5.8 キロというアンプ。ではこちらでですね、先ほど聞いたせせらぎ、ラブ、そして、新世界ですね、この3曲をコードの Z1 で聴いていこうというふうに思います。
is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore. And love is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can't make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. はい、まあ、アンプを変えることによってこの、Z1 の能力がさらに活かされる、まあ、より細かい音もしっかり出てきますし、奥行き、まあ、音の広がりですね。あとやっぱりこう音楽から伝わってくる情感というものがより濃厚で深みを増したというのをお分かりいただけたかなというふうに思います。はいはい、それでね、現在、まあ、これはですね、ウェルフロートボードというものの上にですね、このスタンドを置いてコードのスピーカーを載せてます。で、まあ、こういうシステムですね、エアボの HD アンプ1とかコークオード、まあ、あとダイリーですとかポークですとか、まあ、もちろん B&W、 こういったブックセルフ型をですね、大きいテレビの、を買っていただいて、そのテレビ台の幅
が余裕があればそのテレビ台のですね画面の横にこれを置いて、まあ、ラックの中に、これは DQ アンプなので発熱がほとんどないのでラックの中に入れていただいて聞くというような用途にですね非常に適していると思うんですね。まあ、見かけもいいですし、まあ、価格的には、このセットだと、まあ、アンプとスピーカーで50万弱ということで、まあ、テレビの横に置く非常にいいシステムとしていいかなというふうに思います。もちろんトールボーイでもいいんですけれども、まあ、こちらの方、プクシェルの方がすっきり収まりますのでね、まあ、大きいこう幅の広い棚の上なんかにもテレビとこうスピーカーを並べておくというような使い方ができます。でその際に一つ、まあ、注意というか音質アップの決め手としてですね、このスピーカーには若干ちょっと小さいんですけど、サイズ的には S1 ぐらいであればちょうどの大きさになるんですけど、このウェルフロートボードの一番小さいものを使っていただくとですね、非常にいいです。何がいいかというと、まずスピーカーとこの台の間に隙間ができるというのがね、で音がやはり低音がですねうまくこう処理できて音抜けが良くなるというのと、あとやっぱりこのスピーカーの台っていうのは大きいし非常に共振するので、そのスピーカーの共振がスピーカーに伝わったり、スピーカーの共振がボードに伝わると非常に良くないです、音質的にね。でこのウェルフロートボードを使うと、小型のやつを使うとそれがシャットアウトできますので音が非常に良くなります。ではね、まあこれね、ウェルフロートボードの上にペアで10万ぐらいのスタンドを置いて、その上にスピーカーを置いてますから、さらにこのウェルフロートボードの小さいものを置いて音がどこまで良くなるかっていうのはちょっとやってみないとわからないんですけど、ちょっとやってみようと思います。ですね、マイフェイバレットシングスですね、渡辺和美さんのですねマイフェイバレットシングスと、グレース・マーヤさんのモナリザですね、これをちょっと短くしたものをまずこの標準の状態で聞いていこうと思います。Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with a mystic smile. Is it only 'cause you're lovely?
strangeness in her smile. Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep, babe. Just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Or just a cold and lonely, lonely work of art? はい、まあこれ一番ウェブロットボードの小さいやつで、耐荷重一応15キロなんで乗りますけども、結構まあぐらつくのでね、この上にA4 というこれぐらいのサイズの A4 サイズのものがありますから、まあ実際にこのスピーカーにはこれの方がいいと思うんですけど、まあ値段的には、こちらがですね、1個だと1万5000税別、2個だと2万8000税別ということで、まあ表目安いので、まあこれよりももうワンサイズ小さい S1 程度の、ブクシェルであればこちらの方で大丈夫なので、まあこれを一度ね、使った時に音がどのように変わっているかということを聞いていこうと思います。一応ね、この小さい方を使ってみると音の広がりがねすごく良くなった、あと響きのところが濁りが取れて綺麗になったっていうのをお分かりいただけると思います。あと立体感もすごく良くなるんですけど、でもさすがにちょっとね、こんなにグラグラなんで低音がちょっと出にくくなったっていうのは感じましたね。なのでやはりこれはまあS1 ぐらいの大きさのものなので、だからまあ Z1 に対応するというか、やっぱり A4 サイズなので、こちらにちょっと変えてみようと思います。このね、A4 サイズだと、この Z1 がもうぴったり乗るぐらいですね。で、価格の方はですね、一番小さいのが1万5000円だったんですけど、まあ A4 になっても1万8500円、そんなに高くならないです。で、さらにですね、この A4 タイプにHD というバネが強くなっているタイプがありまして、そちらは2万4000税別ですね。まあ、このあたりをですね、テレビの横にブクシェルスピーカーを置いていらっしゃったり、あとはセンタースピーカーの下なんかにもすごくいいですね。
あの音の広がりと音の濁りが取れますので、こういう形ですね、これが今 A4 サイズの上に載せてみました。じゃあこの A4 サイズの上に載せた状態 で実際にはこれFL フロートボードを一番下に使っているので、まあ、効果がですね2割3割アップぐらいだとすれば、これ普通のものの上にウェルフロートボードを置けばですねもっとこう効果が大きいので、まあ、実際にウェルフロートボードっていうのはこのトールボーイスピーカー、あるいはこのブックシェルフでもいいんですけど、スピーカーの下に置くことによって、まあ、いろんなメーカーがいろんな値段のボードを出してますけども、あらゆるそういったボードよりも絶対に音がいいです。でどう良くなるかというと、ストレスフリーな鳴り方になるので、音がものすごくこう立体的にうまくこう広がって聞くれるっていうのと、スピーカーから音が出てるっていうスピーカーの存在感が消えるということ、あと低域広域のレンジも伸びますし、やっぱ細かい音もしっかり聞こえるとか、他のやっぱり一般的なリジットのボードとはまたちょっと違う、スピーカーが本当ストレスフリーになった音の出方がするので、おすすめしたいと思いますね。ではこれ A4 サイズに置き換えてみたので、音質をチェックしてみようと思います。Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in her smile? Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa?Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep, babe.
just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Or just a cold and lonely, lonely work of art? いかがでしたでしょう。まあ、S1 と Z1 を比べてみて、まあ、最終的にこうウェブドットボードなんかも使ったりしてますけど、やはりね、リボンらしい細かい音ですね、音を絞っていった時 の表現力の大きさというのは、今 のモナリザのですね、グレース・マヤさんの声が小さいところ、声が消えていくところ の表現力、ボーカルのこうディティールの細かさみたいなところで、分かっていただけた、お伝えできたんじゃないかなというふうに思います。ではね、主張の締めくくりにですね、この状態で、玉置浩二さんのですね、夏の終わりのハーモニーですね、これを聞いていこうと思います。動画を最後までご覧くださりありがとうございました。今日のささやきと昨日の忘れ